こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、法令上の制限の中の都市計画法の中の開発許可について解説いたします。今回は開発許可の中でも開発行為ですね。開発行為って何なのか。これを具体的に解説していこうと思います。これがわからないと開発許可の問題、引っ掛け問題に引っかかっちゃいますので、ここしっかり頭に入れていただければと思います。で、まずなんですけども、開発許可についてですが、開発行為をしようとするものは、都道府県知事等の許可が必要なんですね。で、この許可が開発許可なんですよ。つまり、開発行為をしようとしている人がいました。そのためには、事前に知事等の開発許可をもらってくださいね、というような話なんですね。なので、この開発許可を受けずに、開発行為を行ったら、それは違反ですよ、っていうことです。で、開発行為についてはちょっと後で解説します。まず、この知事等って書いてあるんですよ。等ってなんでこの等がついているかなんですけども、これは開発許可をする人っていうのは、知事の場合もあれば、市長の場合もあるんですね。例えば、名古屋市だったり、大阪市だったり、横浜市だったり、そういった大都市については、知事が行うことを、もう市長がやることになってるんですよ。なので、等になってます。知事等になってます。実際、問題文、本試験の問題文だと、知事って書いてあって、都道府県知事で、括弧書きで、政令指定都市であったり、中核市といった、大きな都市については、市長をって書いてあったりするんですよ。だから、知事の中に、そういった大都市の市長も含めますよっていったイメージで書かれているので、それほど気にする必要はないと思います。で、今回の本題の、この開発行為ですね。この開発行為がどんなことを表しているのかを今回頭に入れていってください。で、イメージとしては、ブルドーザーとかを入れてですね、ブルドーザーとかトラックとかを入れて土を入れたり、土を取り除いたりする工事。これが開発行為なんですよ。だから比較的大きな、土地に関する工事ですね。これが開発行為。これがイメージです。ただ、イメージだけでは本試験解けないので、ちゃんとこの開発行為がどういったものかを頭に入れていきましょう。で、開発行為っていうのは、建築物の建築、または特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更なんですね。で、まず、土地の区画形質の変更ってこれ何なのかというと、先ほども言った通り、ブルドーザーを入れて、その土地にある土を取り除いたりとか、もしくは土を入れたりとか、するような工事のことを言います。これについては、それほど気にする必要ないです。で、また、建築物の建築。これもそんなに気にする必要ないですね。つまり、建築物の建築っていうのは、戸建てを建てたりとか、マンション建てたり、ビルを建てたり、そういったものと考えていただいて大丈夫です。で、ポイントは2番なんですよ。特定工作物の建設。これが何を表しているのかを頭に入れておく必要があるんですね。で、ちなみにこれ建築と建設って、言葉違うんですけども、これはね、それほど気にしなくてもいいです。言葉の使い方として、建築物は建築っていう言葉を使って、工作物については建築じゃなくて建設っていうのを使うんですね。ただもうこれは使い方の違いだけであって、ここが出題されるってことはありませんので、気にしなくても大丈夫です。で、話は戻って、この特定工作物って何なのかなんですね。この特定工作物っていうのは2つを表します。第1種特定工作物。もう1つが第2種特定工作物。こういったものを建設する目的で土地の工事を行う場合は開発行為に当たるんだよっていう話ですね。じゃあ、まず、第1種特定工作物ってどんなものなのかというと、環境悪化をもたらすものなんですね。例えば、コンクリートプラント、アスファルトプラント。このね、プラントってイメージとしては、そういった、工場だったり施設って思ってください。つまり、コンクリートを製造するような施設。アスファルトを製造するような施設っていったイメージです。こういったものを建てる目的で工事を行う、土地の工事を行うというのであれば、これは開発行為に当たりますよということですね。で、二つ目。二つ目はゴルフコース。
あとは1ヘクタール以上の野球場とかテニスコートとか、まあ、テニス場とかですね。あと動物園とか、お墓ですね。1ヘクタール以上の野球場、1ヘクタール以上のテニスコート、1ヘクタール以上の動物園、1ヘクタール以上の、墓園、まあ、お墓がいっぱいあるところ、これらっていうのは第2種特定工作物に当たります。で、ゴルフコースについては1ヘクタール以上って書いてないので、1ヘクタール未満のゴルフコースについても第2種特定工作物に当たります。つまり例えば8000平米のゴルフコースは第2種特定工作物に当たります。一方で8000平米の野球場っていうのは第2種特定工作物に当たりません。これ第2種特定工作物に当たらないっていうことはどういうことを言ってるかというと、この特定工作物の建設を目的として行う工事に当たらないということなんですね。8000平米の野球場はこれに当たらないわけだから開発行為に当たりません。開発行為に当たらないということは開発許可は不要だということなんですよ。だから8000平米の野球場を作る目的で土地の工事を行う、土を入れたり土を取ったりする工事を行う、そういった場合っていうのは開発許可が不要なんだよということなんですね。で、ちなみにこの1ヘクタールっていうのは1万平米のことを表します。なのでまとめると、開発行為をしようとするものは事前に知事等の許可をもらってくださいね、許可が必要なんですよ。逆を言うと、開発許可に当たらない行為をするのであれば開発許可は不要だということなんですね。で、続いて、じゃあ開発行為って何なのかというと、建築物、建物を建てる、もしくは特定工作物を作る、こういった目的で行う工事、これが開発行為に当たりますよと。じゃあこの特定工作物って何なのかというと、例えばコンクリートプラントとかアスファルトプラント、その他で言うとゴルフコース、まあこれらはまあ面積関係ありませんよって話ですね。で、一方で面積が関係してくるもので言うと、野球場、テニスコート、動物園、墓園、お墓、こういったものについては1ヘクタール以上の場合に限って特定工作物に当たるんだよ。だから1ヘクタール未満、9000平米とか8000平米、7000平米とかですね、そういった野球場やテニスコートや動物園や墓園についてはこの特定工作物に当たらないから、開発行為に当たらない、だから開発許可は不要なんだと、まあ、いうことです。これちゃんと考え方の流れを頭に入れていきましょう。単に一部だけ覚えるっていうのじゃなくて、ちゃんと考え方がありますので、その流れをですね、しっかり頭に入れていただければと思います。で、今回お話しした内容は基本事項なので必ず頭に入れてほしいんですけども、さらに細かく理解すべき部分がありますので、まあ、そういった部分については個別指導で解説させていただきます。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。